はい、こんばんは、劇団スカッシュでーす。今日はですね、編集の話なんですけども、黒巻合成の話です。黒巻合成っていうのは、こういう緑のですね、こういう、まあ、グリーンスクリーンと呼ばれるものを利用して、はい、こういう風に全部の画面を緑なーにしてすると、はい、こういう風に、違う画像をですね、映し出すことができる。合成しやすいようになる。今実際は緑が画面上に映し出されてるわけですけれども、だから顔がちょっと緑っぽくなってますけれども、これはまあみんな知ってると。今日やりたいのはですね、今日ご紹介するのはこちらです。ご存知、舞台化粧品の三吉さんで出しておりますスティックファンデーション、これはスティックファンデーションの、緑色のものになって、これはまあその昔私がちょっとカッパに扮装するときに、使ったものなんですけれども、とある舞台でですね、ラストのシーンでちょっとカッパにならなくてはならないという時がありまして、その時に買った舞台化粧品の三吉さんの緑色のファンデーション、結構その何ですか、このスティックタイプ、これもうマックスなんですけど、もうだいぶ使ってますね。もうこれしか残ってない。これをちょっと顔のとあるところに塗って、これもちゃんとうまい具合に透けて、見ることができるのかどうかっていうの、これはそのファンデーションなので、もう人体に対してはもう無害です。これで今僕はこう動いてますけれども、後ろの方がちゃんと合成されてますでしょうか。まあまあまあ、でこういう要領で、顔の方を全部こう緑にしていく、こういう風にやっていくと、その逆耳なし方位置になる可能性がありますよね。あ、違うんだ、いい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 んだ、逆耳なし方位置じゃないよ。こうやっていくと耳なし方位置になるためには、その耳以外を消すっていうことですよね。そうすると耳がなくなるわけですから、そのもぎられて、あ、なんか僕の知り合いにこういうお面をかぶってる人が、いたような気がしますけれども、まあ耳なし方位置には最終的になるっていうことは耳がなくなっちゃうんで、それだけはちょっと避けたいんですけども、さあちゃんとこれがですね、黒巻合成でこのいろいろテカってたり、この眉毛のあたりが黒かったりするので、さあでは合成をかけてみようと思います。さあどうなんでしょう、さあ皆さんにはどう見えているのかっていうのがちょっとわからないんですけれども、ちょっと編集をして、楽しんでみようと思います。ということで今日は黒巻合成をやってみました。じゃあねー。